創設禁止区域指定表示板は、積雪地の高速道路や自動車専用道路等の路肩に除雪作業者に向けて設置されている業務用の標識である。設置例。左側のガードレール外に赤白のポールに取り付けられた支点と終点の表示板が設置されている。出口の案内標識に比べて小ぶりに作られている。道路際に民家が近接している区間や、高架や、 森土構造の道路において、下部の道路と交差する箇所などでは、車道の外へ雪を落とすことにより、物損や下部の道路で交通事故が発生する恐れがある。そのような箇所で移動しながら除雪を行う作業者に対し、一時的に車道の外への雪の投機を停止することを指示するものである。ここから投雪を禁止する区域となる、支点と再び投雪が可能となる。 終点の2枚一組で使われる。支点は、中央、角2 0 0、mm、トルの金色い正方形の中央部に、やや小さい青色の正方形を配している。終点が、中心の青い正方形の上下左右に、一松模様のように黄色の正方形を配したもので、全面の大きさは、中央角3 0 0、mm、トルである。透節口の開閉をイメージした標識の形状から、 関係者では視点をジャンケンのグー、終点をパーとなぞらえて、グッパー標識などとも呼んでいる。該当箇所には年間を通じて常設されており、陶器以外でも見ることができる。視点と終点の間は交差する道路幅程度であることが多いが、100メートルから200メートルほどの橋全体が統設禁止区域となることもある。統設禁止区域指定標識と呼ばれることもあるが、 一般の運転手に向けた道路標識ではなく自動車教習所の学科教習のカリキュラムには含まれていない。ありがとうございます。